今回の動画はギャラクシールームブングを襲ってくるマイクロと今日使いで村を守ることができるのか、今回の動画は50個予感ということでやっていきたいと思いまーす。どうぞこちらです。ということで今日の夜ギャラクシールームブングでこの村を襲ってくるということで、夜になる前にセキュリティハウスを作ってこの村を守っていきましょう。早く作んないと。よし、なんかいい感じの場所にやってきましたね。多分ギャラクシールームブングはあっちから来ると思うから、こっちにねセキュリティハウスを作っていきましょう。じゃあまずは黒曜石の壁を作ってルナムーンが村に行けないようにしましょう。コマンドを使って黒曜石の壁を、よいしょ、黒曜石の壁できました。これでギャラクシールームーンは村には行けないでしょう。ということで、また高評価をしていただいてよかったら高評価よろしくお願いします。あとねコメント全部消すのでもあっとかでもいいのでコメントよろしくお願いします。あとチャンネル登録も忘れずに。ということで、じゃあまずは道の途中にレーザーを設置してルナムーンが来るのを妨害しようかなと思います。レッドストーンブロックとレーザーを使って、はいはい、よっしゃ、レーザーを設置できました。このレーザーの中に拡張アイテムを入れることができるので、何を入れようかな。じゃあこのファイヤーアップグレードとダメージアップグレード、このね3つを使おうかなと思います。この3つがね本当に最強なんですよ。一回ちょっと入ってみましょう。はい、ネザライトフルになっていきます。えい、こんな感じで、ネザライトフルでもね、簡単に死んでしまうんですよ。これやばくない？これならギャラクシールナムンの体力も結構削れるでしょう。じゃあこのレーザーをコピーして、高いところまで設置していきましょう。レーザー置いて、よーし、反対側にも設置しましょう。反対側にも設置して、はーい、よっしゃー、道の途中にレーザーを設置することができました。これなら、ルナムーンも通れないでしょう。じゃあ次は床を黒曜石に変えて、TNT とかをね、使えるようにしようかなと思います。またコマンドを使って、地面を黒曜石にする。よっしゃー、地面が黒曜石になりました。これならもう、TNT が使い放題ですね。よっしゃー。じゃあ、僕が通れるように門を作っておいて、よーし、こんな感じかな。そうしたら、セキュリティハウスをね、作っていこう。OK と思います。で今回は相手はねギャラクシールナム紫色だと思うので、今回は紫色のマイキーさんを作っていこうかなと思います。じゃあまずはマイキーさんを作るところの床をネザライトにしていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8 8×8 にネザライトブロックを敷き詰めて、いやギャラクシールナムってどれくらい強いんだろう。ギャラクシーって名前だからめちゃくちゃ綺麗そうじゃない。うわ楽しみだな。何をしてくるんだろう、全く想像がつかない。床をネザライトにして、じゃあ次は紫色のマイキーさんを作っていきます。まずは紫色のコンクリートをこんな感じで置いて、まあね、マイキーさんの頭は簡単に作れるので毎回マイキーさんですね。ではそしたら顔を作っていきましょう。赤と黒で目があって口が、はいはい、ある。よっしゃー、紫色のマイキーさんですね。じゃあ横と後ろを作って家にしていきましょう。なんか噂によるとギャラクシールナムーンはなんか宙に引っ張ってくるらしいんですよ。なんか怖くない？浮かしたりして攻撃してくるらしい。いや全く戦ったことのない感じですね。うわ楽しみ。よしマイキーさんの頭ができました。そうしたら別のドアにしてカーツマンで踏んだら共有しましょう。よしこれで結構楽ですね。そしたらじゃあ家の周りを作っていきます。床で使ったネザライトで家の周りを囲って、よしこんな感じかな。そうしたら岩盤でもね家の周りを囲っていこうかなと思います。もう一段掘って岩盤に帰れ。よし結構いい感じですね。そうしたら岩盤の道を作って、なんかねギャラクシーのナム以外にもギャラクシーの変なモブとかを呼び出して攻撃してくるらしいから、そういうモブが来れないように家の周りに溶岩を流していきます。まずはマグマブロックを設置して、このマグマブロックの横に溶岩を敷いていきます。じゃあまずはマグマブロックを敷き詰めて、よーし、そしたら溶岩を流していきます。じゃあまずは溶岩を流す穴を掘って、よーし掘れました。そしたら溶岩をね適当に流していきます。ほらー、よーし、こっちにも流して、よっしゃー、家の周りに溶岩を流せました。うわこれはなんかかっこいいね。よし、そしたら道の途中で使ったレーザーでね家の周りを囲っていきます。レッドストーンを置いてレーザーを置く。よしよし、いい感じですね。じゃあレーザーで家の周りを囲もうかな。まずはレッドストーンブロックの柱を作って全方向にレーザー設置して、よーし、レーザーで家を囲むことができました。これ結構いいんじゃない？これを守ってくれそう。じゃあ続いてにレッドストーンブロックの横にレーザーを置いていきましょう。ちょっとでもセキュリティを良くしていきます。よーし、こんな感じかな。うわこれは守ってくれそう。よし、そうしたらせっかくね床を黒曜石にしたので、このマイキーさんの頭の上に TNT キャノンをね作っていこうかなと思います。いや当たるかな。まだねルナムーンに2回くらいしか TNT キャノンを当てたことがないんですよ。今回は当てたい。丸い石とハーフブロックを使って
まずはこんな感じにブロックを置いてディスペンサー、このディスペンサーの中に TNT を入れていきます。じゃあ入れる TNT はこれかな、 TNT かける5、これはね普通の TNT の5倍の威力があります。そして横のディスペンサーには普通の TNT、 コピーして、はいはい、水流してレバーつけて完成しました。うわどんな感じなんだろう、いけー、うおーすごい、めっちゃ吹っ飛んだ。待って、結構いい感じじゃない、なんかここら辺で部活したから、これはルナムーンにもヒットしそう、これは大成功だ。もう一回、うわこれはいいね、これは今回のヒットしそう。よし、 TNT カノンが完成しました。じゃあ次はルナムーンが来たらすぐ出動できるようにアイテム装着装置を作ろうかな。ディスペンサーとボタン、レッドストーンを使って、まずはディスペンサーをこんな感じで置いて、このディスペンサーの中に装備を入れていきます。じゃあこのレインボーのマルチアーマーかな、はーい、レインボーフルアーマー、これをね入れていきましょう。レインボーアーマーをディスペンサーに入れて、武器はこれ、レインボーの指とダイヤモンドの盾、これでいきましょう。この2つ入れて、はい、これでボタンを押したら一瞬でアイテムを装着できます。じゃあ横のチェストに食料を入れていきましょう。じゃあこのエンチャントレインボーリングかな、これを入れて、よーし、じゃあちょっとカーペットを敷き詰めて床をおしゃれにしようかな。カーペット敷き詰めて、よーし、これで明るい感じになりましたね。じゃあルナムーンが来たらすぐ分かるように窓を設置しましょう、紫色の窓で、よーし、これで来たらすぐ分かりますね。よし、ということでセキュリティハウスが完成しました。じゃあもう早速夜になるまで待っちゃおうかな。いや本当にギャラクシールナムーン来るとかな、いや怖いな。じゃあ待ちましょう。あー、夜になった、ギャラクシールナムーンって書いてある、来たのかな。わー待って、ギャラクシールナムーンがいますね。てかめっちゃ綺麗じゃない、いやこれ本当に攻撃してくるのかな、いやずっと見てたい。よしよし、まあボタンを押して装備装着してリンゴ大量に持って行きましょう。うわ怖いな、ちょっと一回 TNT キャノンを放ってみよう。行け TNT キャノン、よいしょ、当たるかな、いけー、はー当たらない。よしよし、ギャラクシールナムーンこっち来てますね。うわびっくりした、待って、これが噂のギャラクシーのモブか。うわ痛い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 、ギャラクシー村人だ、えいえいえい、意外と弱い。うわもう一回出てきた、めっちゃ呼び出しますね。よし、えい、よし当たった。うわなんだこれ、ギャラクシー妖怪かな、なんか出してきましたね。ほら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 、体力削って火の玉を放ってきますね、これは怖い。まあでも床を黒曜石にしてよかった。よしよし、指でどんどん体力削って、うわー浮いた、うわこれが引力で引っ張ってくるってやつか、うわ TNT だ、びっくりした。よし、レーザーに引っ掛けましょう。いやー避けてね、普通に指で体力削りまくって、よし半分まで体力を削ることができました、結構いいんじゃない。いやこれなんか村に向かってますね、やばいやばい、阻止しないと離れろ。よしよし、これで押し出して、よしあともうちょっとだ、よし行きます、オラー、よっしゃー、ギャラクシールの分倒すことができました。いやーやばい、結構手強かったですね、勝った、ギャラクシールの分倒した、いやめちゃくちゃ綺麗だったな、うわーすごかった。ということでご視聴ありがとうございました、この動画が面白いと思ってくれたら高評価、チャンネル通知をよろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう、またね、バイバーイ。